はい、えー、今回は、えー、何をやってもうまくいかない人の共通点ということでお話をしていくんですけれども、えー、今回の話はですねちょっとまあ聞いてる人にとっては、まあ、少し耳が痛いかなみたいな話もあるかと思うんですけれどもまあね気楽にちょっと聞いていただければなと思いますということで、まあ、何をやってもうまくいかない人ということなんですけれども、まあ、これは結論から言うと、まあ、自己流で行動する人ということなんですけれども。 まあそれどういうことかっていうと、例えばその相手の時間を大切にしないとかね、あと相手のことを考えないとか、まあ、最低限の礼儀も諦めてないと、まあ、そういうような人っていうのが、まあ、何やってもね、うまくいかないんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、僕は、まあ、その受験資料をやってて、まあ、LINE をやってるんですよね。で、LINE やってたら、まあ、そこいろんな方が連絡して、まあそのね、僕も、まあ、なんか質問みたいなのがあったら、 何でも聞いてくださいねみたいなことを言ってはいる、言ってはいるので、全然質問してもらって構わないんですけれども、まあそこでね、やっぱりその、まあ、何々してくださいとか、何々の動画くださいとか、まあ何々できませんでしたと、まあ何もわかんない、何も調べてないんですけれども、どうやったら合格できますかねみたいなことを、まあ当たり前のようにね、ちょっと言ってくるなということで、まあね、その自己紹介とかしてくれて、まあどんな人かわかってるならまだいいんだけれども、その最悪の場合は自己紹介すらしないで、 いいいきなりどうしたらいいですかみたいなことをまあそういうことをするっていうところでまあそのねそういう質問をすることでその僕の方、まあ、こちら側にねこちら側になんかメリットがあるのかっていうことを、まあ、少しでもね考えたことがあるのかなっていうのを、まあ、ちょっとね考えてしまったりとかするんですよね。 まあ別にやっぱそれではいいんですけれどもねそのまあ僕その武藤亮にまあそれほど価値を感じてない人っていうのもまあもちろんそのいて当然だと思うんでまあその僕のことをその合格その皆さんが合格するためにまあその有益な情報を教えてくれるまあその単なる一合格者とまあそれくらいの存在にしかね思ってない人まあそういう人は別にいいんですけどもねだからそういうことをね、まあ、その僕の存在っていうものをどう思うかっていうのはまあ当然人それぞれではあるんですけれどもでもねそのね まいきなりね、その、まあ、自己紹介とかもせずにとか、そのいきなりね、何々してくださいとか、まあ、どうやって合格できますかとか、何したらいいですかみたいなことを聞かれても、でもそんなことを、そんな言い方をしたら、相手がね、いい思いをしないっていうことが、わ、まあ、かんないのかなっていうことをちょっと思ってきてしまうんですよね。やっぱね、もう何年生きてきてんだと。何年生きてきたんですかっていうことで、 まあその僕の場合だと結構その年上の方もまあ当然いるわけなんですけれどもやっぱり年上の人にねそういう対応されたらすごいなんか悲しくなるっていうかねそういうこともあるんですよなんでそのこういうことを言ったらそのね僕がねその悲しくなったりとか何て言うかな、まあ、不快な思いっていうんですか、まあ、そういうのをすることを分かってくれないんだろうっていうことですねでその、 そういう質問をした時にじゃあ自分は仮にそう質問されたら自分はそれで答えたいと思うんですかっていう、ね、答えたくなるようなっていうかそういう質問をしてるのかなそういう言い方をしてるのかなっていうことをすごく思うでその何を考えてそういうことを言ってるんだろうとかねこの人は何を考えて生きてるんだろうと普段何を学んでるんだろう考えてるんだろうっていう行動してるんだろうっていうことを、まあ、その考えてしまうこともあるわけなんですよね。 まあだからそれなりにやっぱその年齢を重ねてきたということでその年を経てきたっていう事実はもうすごく重いことであってまあやっぱ僕からしたらその年上の人っていうのはやっぱねその僕より長く生きてきてるまあ要するにいろんな経験をしてきてるるていうわけなんでまあそれだけでやっぱ尊敬に値するわけなんですね。その人から絶対学ぶことはあるって思って僕は接しているわけなんですけれどもでもそういう人たちがねやっぱそういうことをしてきたそのねこ,のまあこちら側にメリットがないっていうか,なんていうかまあそういうようなことを言ってきてしまうとあじゃあこれでいいのかな。 っってていうふうに僕は思ってしまうんですよねあこうやっていけば社会って生きていけるのかなとか、まあ、お願いするときって、まあ、こういうふうに言っていいんだこういう風にこんな感じで大丈夫なんだみたいなねそういうふうにまあ思ったりしてしまうっていうことで、まあ、そうやってね何て言うかねその社会とか文化って作られていくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。じゃあその何て言うかその最近の若者はなってないみたいなことがまあよく言われたりするけれどもでもじゃあその若者に影響を与えてるの誰かって言ったらそれは大人たちでしょっていうことなんですよね。 やっぱ、まあその大人が、ね、そういうどういうふうに行動するか、まあ、要するに年上の人ですよね、だから年上の人というものが、年上の人とか周りの人とかがどう,いう,どう行動していくかという、まあ、そういう言動を見て、その子どもたち、まあ、小さい人たち、若い人たちってのは学んでいくんだということで,で、そういう人たちの、ね、その言葉遣いだったりとか、その行動とか、あとそういう学ぶ姿勢っていうところですよね。 なんていうかそういう人たちがね、そういう上の人たちが、まあ、そういうなーなーの行動してしまったら、あ、それでいいんだねとねあ、そんな感じでいいんだということで、まあ、そういうふうにそういう影響されていくわけなんですね。でそれでまあそういうふうに、まあ、そのみんながそういうような考えになってきてしまうっていうようなことじゃないかなというふうに思うんですよね、やっぱり。だからその自分がこううういうふうにする まあそういうような言い方をしてしまうっていうことで、まあそのね、相手が、ね、気持ちよくならないっていうことぐらいね、まあ、分かろうよということなんですよね。だからそういうところかなと思って、まあ、その試験でもねその司法試験とかでも本当に同じで、まあ、その採点者がどうやったら喜ぶか分からないっていう、まあ、その何をすれば採点者が喜ぶのかこの人いいなと思ってもらかが分かってない。 で結局その相手のことを考えずにその自分がただ合格したいからって言って、そのね、合格俺を合格させてくれっていうその欲望を剥き出しの答案書いてくると。そういう人ばっかりなんですよね、基本的にその試験、ね、そういくら勉強してても、結局なんだかんだその自分のエゴしか出してこない、その合格させてっていうねその欲望しか出してこない人がすごく多い。そんなに絶対受かるわけないでしょっていうね。だからそういう人、どうなんでそういう人を受からせようと思うんだっていう話なんですよね。まあ、その別の話とかで言えば、まあ、恋愛とかでもまあそうだっていうことで、例えば、そのね、 まあ、イケメンとか、そういう美女だったら、別にね、そういう何を言ってもね、別に許されるかもしれない。でも、それは、その恋愛っていう世界での実力があるからっていうことで、その世界で実力があれば、何やっても許されるかもしれないけれども、でも、実力がね、そういうない人っていうのは、好きで勝ってやっちゃダメでしょっていうことなんですね。何でもかんでも好き勝ってやっちゃダメだし、その自分のやりたいことをやりたいようにやってたら、それはダメでしょっていうことですね。 だからそのやっぱメリットをしっかり出していこうということで、まあ、当たり前なんだけれどもやっぱ人は、ね、そのメリットを感じないと動かないで自分にとってメリットがあるってうあは当然動かないわけなんですねで試験もそうで本当にその採点者がやっがこの人を合格させたらいいことあるなとで自分たちとか、まあ、その放送業界、法律の世界っていうところにまあいいことあるなと、まあ、この社会にもそうなんですけど、ねまあ、いいことあるなとそういうふうに思うからまあその合格させよう、まあ、合格できるわけなんですよね。 でまあ、それはその試験だけじゃなくて結局その僕、まあ、武藤亮だってそうでやっぱメリットを感じさせないとやっぱ動かないっていうことなんですね。だその僕が、ね、その価値があるかにないかいいこと言ってるかいいこと言ってないかっていうそういうことじゃなくて僕はなんか一人の人間としてまあそういうふうに感じるっていうことですね。だから何かを言われた僕にその何かを言われたり何かをお願いされたりしたときにそ,の、ね、そういうなんか礼儀のない人っていうものに対してじゃあ何かをしようかって思ったらそれは思わないっていうことなんですね。 それはもう,何ていうかなてか僕はそ司法試験の受験資料とかそういうことしてるかしてないかじゃなくてもう人間として一人の人間としてそういうふうに感じるなっていうふうにまあ思うわけなんですよね。でまあよくある話としては非常に愚かだと思うのがその僕 その無党寮っていうものが金で動くと思ってる人、まあ、これは本当に愚かだなって思って、そんなわけねえだろっていうことなんですよね。だからお金で動いてたら、こんなこと今やってないっていうことなんですね。だお金じゃないから、やっぱそうこういうふうにそのず,っとずっと動画も作ってるし、メルマガも書いてるし、ブログも書いて、教材も作ってるんだよっていうことで、それにもかかわらずね、お金さえ払えばこいつ動くんだろう、無党量は動くんだろうって思ってる人があまりにも多すぎるんじゃないかっていうことなんですね。 そのお金払ってくれるんだから、まあ、教えてくんるのは当たり前だし質問答えてくんるのは当たり前だし、まあ、言うこと聞いてくんるのは当たり前だろうと、ねまあ、そういうふうに思っている人がまあ多いんじゃないかなと思うんですよねじゃあその個別指導もやったりとか、まあ、そういう講義とか僕もやったりしてるんですけれどもやっぱりそれはね、まあ、僕もその僕の時間、まあ、その時間っていうものをすごく使ってるわけなんですね僕の時間を使ってるっていうことで、まあ、人生はやっぱり時間が一番大事なわけですから やっぱりその個別指導とか講義をすることによって、まあ、その今っていう時間も当然使っておるわけだし、まあ、その講義とか指導個別資料とかに向けて、まあ、そのね準備をしてくるわけですよだから準備してきたっていうそういう過去の時間も使ってきてるっていうことでねその単純に今が無駄になったとかねそうお金が入ってこなかったとかそういう問題じゃないんだよと時間がなくなってるその自分の人生っていう時間がその無駄に、ね、なくなってしまったっていうようなことなんだよっていうことなんですね だその相手の時間を使ってもらってるっていう意識はまあ常に持っておかなければいけない、まあ、その人と関わる上そ上相手の時間を頂い,いてるっていう意識はまあ常に持たなきゃいけないんじゃないかというふうに思うんですよね。でそれでその、ね、例えばその抗議してくるのは当たり前だろうとか言って対、まあ、して予習もしてこなかったりだとか、まあ、あるいはその、ね、前回からの成長を全く感じさせないような答案を書いてくるみたいなね。でそれじゃダメでしょっていうことで。 まあねそのまあ、結局ね、その頑張らないけど合格しないっていうのは、それはもう目に見えてるっていうことで,で、どうしてそれで頑張れないんだっていうことなんですね。だって目に見えてるはずなのに頑張らないとうまくいかないっていうのは、目に見えてるのにどうしてそれでできないんだと。だからそこはもう血抜きでやらないとダメなんだっていうことが、なんで分かんないんだっていうことなんですねで。分かってるならやろうよっていうことなんですね。だから僕はその、まあ、講義したりするにしても、まあ、そ当然ね。 まあ一生懸命準備してくる、まあ、その講義に向けてまあ準備をするわけだし、まあ、本番もね、いろんなことを考えながら喋ってるわけなんですけれども、でもそこで僕はいくら講義をしたって、それだけでは意味がないっていうことで、まあ、それは、の何ていうかな、まあ、準備もして、本番頑張った僕がいい経験をしたっていうか、頭が良くなったっていうだけであって、でもそれをその講義しただけじゃ意味がない、その受講生さんの立場からしたり、受験生の立場からしたらっていうことですね。そこはもう自分でやらないと身につかないっていうことで、まあ、できるようにならないんですよね。だやってくれ頼,頼むからとということなんですよね。 やんなきゃダメだってっていうことなんですね。ただただ講義聞いたり、本読んでたりしたってダメなんだってっていう、そこをやらないと、そこ自分でそのなんか聞いたら、じゃあそれを自分でもやってみようかなとか、アウトプットしてみようかな、答案書いてみようかなとか、問題解いてみようとかなってね、そういうのをやらないとダメなんだっていうことなんですよね。でそれが分かってるでしょうというはず,はずなんですよね。それでね、頑張んないとうまくいかないっていうのは、やらないとでき,ないできるようにならないっていうのは。だからそのね、そのたなあそのお金さえ払えば動くだろうとね。 金さえあればこいつやってくれるだろうっていうのは、まあ、お客としてはすごく正しいというふうに思いますけどねそのお客様っていうことで、まあそのね、金をお金を払ってる立場だからそのお客様としては偉いだからそのビジネスっていうのは当然お客様がいる、まあ、その僕がこうやって指導してるのもその客、ね、そのお客がいるから、まあ、成り立ってるっていうことはあるんだけれどもでも客じゃ受かんないでしょうとじゃあその受験生っていうかそういう受講をしてくる人がやりたいのはその金をお金を払ってね教えてもらうっていうことじゃないって はずなんですよね。その試験に合格するっていうことが目標なんであって、そのお客としてね、じゃあお前教えろよっていうことを言うわけじゃないはずなんですよね。で試験に合格したいならやっぱ死ぬ気で学べようと、そこは。だからそこはもうその客としてね、お前教えてくれるんだろうみたいな、なんか授業しろよみたいな感じでふんぞり返るんじゃなくて、そのね、どうやったら自分がそのお客という立場から脱出できるかと、それを考えないとと。 そこでその、ね、僕がそういうふうに講義とかいろんなものをしたって、そこでね、お金を得たって、それは大したことないんですよ。そのね、3万、5万、10万とか、まあ、確かに入ってはくるんだけれども、でもそんないくら入ってきたって、それね、彼女は人生変わんないんだって。でもそうじゃなくて、その受験生っていうのは、そのなんていうのかな、その受かったら人生変わるんだと。そ,そうでしょ、だって、合格したらその人生変わると思うからやってるんであって、だそこでね、その僕がそういうふうに講義をすることと、まあ、講義をしたり、こういうふうな小試験のや、 受験指導をやるっていうことと、その受験生が受かるっていうことによっては、そのね、なんか得られるものっていうのが、まあ、全然違うっていうことなんですよね。どうしてそこに気づかないんだっていうことで、お金を大切にしたい、まあ、お金がすごい大事だって思うんだったらもう別のところに行ってくれればいいっていうか、まあ、他のところで学んでいただければいいんじゃないでしょうかっていうことで、まあ、そちらの方がまあお互い幸せになるんじゃないかなというふうには思ってて、まあそのね、やる気をね、とにかく見せてほしいなっていうことで。 まあそれが僕にとっての、ね、メリットなのかなと思うんですけども、やっぱその今の実力、その,、まあ、みその受講生さんの,その今の実力とか知識とか、そういうのは全然問題じゃなくて、まあ、大事なのは本当にやる気だと思うんですよね。だからその例えばその僕がメルマガ書いてたら、そのメルマガの感想を送ってきてくれたりとか、あとその動画何回も見てますとか、まあ、基本当連テキストってあるんで、そのテキストね、何週もやってますとか。 だからそういう人はたくさんんいいるわけなんですよね。でそういう人たちは本当に僕は合格してほしいなと思うし、まあ、そういう人たちと関わっていきたいなと思ってその、ね、金払うから教えろとかそういう人とは別にもう関わっていきたくはないわけなんですよねだからそうやってそのや,る気をやる気ある人と会えるや,ってやる気持ってこれ頑張りたいんです人生変えたいんですっていうような人と、まあ、会えるのがもう僕のメリットだということでその、ね、まだ知識がないからとかねそういうことを言ったりもしますけど、まあ、そうじゃないよとそれは言い訳でしょとただの。 まそのね、まあ、その武藤先生だからできたんでしょうとかね、まあ、武藤先生は私と違うからみたいな人は、まあ、たまにね、そういうことも言われたりするんですけれども、まあ、そうじゃなくてね、そのまあまるで、そのね、僕は努力してないみたいな、まあ、そういう言い方ではなくて、そのね、適切な努力をした上で、そのね、適切な努力をした上で、でも武藤先生は私と違うからみたいなことを言うならいいんだけれども、でもね、大した努力もしてないのにそういうことを言ってるなら、それはもう単純なね、完全な言い訳だということで、それじゃダメだよと。それはもう試験だけじゃなく、何やっても駄目でしょうと。 でそうやって、なんか、その、もうあなたとは違うからって言ってたら、それはダメだっていうことで、それは変わらなきゃダメだよ、ということなんですね。だから、こういうことはですね、あんまりね、まあ言いたくないし、言わないようにはしてきたんですけれども、でもね、最近ちょっとあまりにも多いなと、こういうことが、まあ、多いなって思うし、まあ単純に僕もなんか悲しいし、まあ疲れるわけなんですよね。まあなんでこんな悲しみをもしなきゃいけないんだろうとか、なんでこんなに疲れてんだろうみたいな、まあ、ことをたまに。 思ったりするわけで、まあ、本当にね、そのやりたい人、本当にやる気のある人だけもう来てくれればいいやっていうことで、まあ、そうじゃない人は他のところで学んでいただいた方がいいんじゃないかなということなんですけど、まあ、でもあれですね、そのまあ、合格しない、なんで自分が合格しないんだっていうのを、まあ、予備校とかね、そういう教科書とかテキストとか、まあ、そういうもののせいにしてるうちはまあ絶対合格してないっていうことですね。やっぱそのできないのは、まあ、自分の実力が足りない、自分の努力が足りないというのを、まあ、素直に認められるか、そこがね、本当に大事かなというふうに思ってるんですね。 でまあ、僕もまあそのいろんな挑戦してきて、まあそのねまあ、その部活、まあ、陸上とかやってきて、まあ、部活でもうその何回も負けたことあるし、まあ、大学受験だってまあ失敗したし、で予備試験もまあ結構落ちてきたりとか、まあ、そういうないろんな失敗を得て、でありとあらゆる、ね、そういう負けっていうものを体験してきてるわけですよ、やっぱり。 だから勝ったことなんてほとんどないっていうか、まあ、そういう、ね、面を取り上げたらいろいろ出てはくるんだけどでも本当にね、まあ、ほとんどがその負けてるっていうか失敗してるっていうか挫折を味わってるっていうところでやっぱそういうね失敗とか挫折を味わうたびにやっぱその自分の実力不足と向き合うしかなかったわけなんですねだからそこはそのなんていうかもう嫌でもそういう負けをね繰り返し続けてるともう嫌でもねその自分の弱さっていうか、まあ、実力不足っていうものと向き合わざるを得ないっていうことででもそこでやっぱ目を背けちゃいけないって思ってだからそこで まあ目を背けずにやってきた努力してきたから今がある合格したなということでまあ本当にただそれだけっていうかまあ本質はただただシンプルその何ていうかなその辛いことから逃げないっていうかつないことと向き合ってそこからどう頑張っていくかっていうようなコつなけは本当大事だと思うんでまあそのね結局頑張ったら本当にいいことあるんですよ絶対にね絶対に人生変わるとまあ自信もつくしねいろんなことできるっていうことでまあそれは成功体験は絶対 得らられると頑張ったらねだから、だからそれは本当にね、頑張ってほしいなと思って、まあ、その死ぬ気でね、やるっていうことですと、本当に死ぬ気でやってほしいなと思って、もうね、その本当にねその、まあ、お金払って何か教えてもらうとか、何かしてもらうとか、そういうね、お客の立場じゃなくてね、その客じゃなくなるための努力をしてほしいっていうか、まあ、そういうふうにね、そういう主体的にね、行動できるっていうことが、あまあ、すごくね、大事なんじゃないかなというふうに思いますということですね。えーまあ、今回はその何を やってもうまあちょっとねいろいろ、まあ、言い過ぎた部分とかもしかしたらねそうねなんだこいつみたいなことを思ったりするかもしれないんですけれどもまあちょっとね最近思ったことということで、えー、まあ何を言ってもねうまくいかない人の共通点ということでお話をさせていただきましたまあ本当にね まあ本当に本当に本気でやれば絶対合格その予備司法試験だって予備試験だって本気でねやれば絶対合格する試験だと思ってますしそのねもういやあなたは無理ですよって最初からね言える人なんてそうはいないもう誰だってそのね合格できる試験だと思っててでそこでやるかやらないかっていうところで全ては変わってるんだと思っててそのね最初からねその自分頭悪いから合格しませんみたいなそういう話じゃなくて結局やるかやらないかだと思うんですよね。 そこで、やるかやらないかっていうところに、その適切な努力があって、適切な努力の方法、適切なやり方、効率の良い方法っていうものがあって、そういうものがあるから、そういうのをね、その、無刀流として教えてるっていうことなんですけど、そういうので、それに興味持ったら、やってもらえばいいし、そういう方はね、そういうメルマガとか、そういうの見てくれればいいと思うんですけども、そういうふうにね、本当にね、自分がやるかやらないかっていうところなので、やっぱりね、その、何ていうかな、結局、 なんかまあ、お金払って何かしてもらってる、そのテキストくれました、講義くれましたみたいな、それで満足してるんじゃなくて、やっぱそこからね、じゃあどうやる,どうやるかってうか、どれだけ自分が頑張るかっていうところで、す、ま、べ、あ、てが、えー、決まってくるんで、ぜひね、本当に主体的に、そのお客からね、客という立場から脱出する、それが合格者っていうことなんでね、だから客であるうちはやっぱ合格者じゃないんでね、だからそこを、ね、ぜひとも、ねえー、脱出するための努力っていうことで、ぜひね、えー、気持ち切り替えてやっていただければなと。 いいいうふううふに思いますということこで、まあ、本当にねその本当にやる気のある人はぜひともねその全力で僕もサポートしていきたいし、まあ、いろんなね応援していきたいと思うんで、ぜひねそういう方にね、えー、今後出会っていければいいかなというふうに思いますと。と、えー、いうことで、えー、今回は何をやってもうまくいかない人の共通点ということでした。まあその 司法試験の受かるための方法、司法試験に合格するための方法とか情報っていうのはまメルマガなりブログなり YouTube なりっていうことをいろいろ発信してる,してるんで、まあ、ぜひそっちの方とかも読んでいっていただけたら、まあ、見ていっていただけたらいいかなと思います。まあ、ちょっとね、そのメルマガとか YouTube とかはまあ頻繁に更新されるんでいいんですけど、たまにブログとかも更新してるんで、ぜひそっちの方も 気が向いたらブログの方も読んでいただければなと、まあ、そして感想とかくれたらすごく嬉しいなというふうに思いますと,ということで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います、まあ、最後まで聞いてくださった方本当にありがとうございましたこれで終わります